日本の鉄道信号では日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令における鉄道信号の信号、合図、標識のうち信号について説明する。この省令において信号は係員に対して列車または車両を運転するときの条件を現示するものと定義している。この項目で特に断りなく白頭と書いてある場合は 厳密な純白ではない。単位については、M はメートル、キロメートル毎時は、キロメートル毎時を示す。形、色、音などによって定められた、運転条件を指示するものが、信号であり、この信号が表す符号を、現時と呼ぶ。そして、信号を現時する機構として、信号機が設けられる。日本では、当初イギリスから技術を取り入れて、 鉄道を発展させたため、イギリス流のルートシグナルの考えから始まった。しかし、列車の速度が向上するにつれ、進行源時と停止源時の中間となる源時が登場し、その中間となる源時にそれぞれ制限速度を定めた、結果スピードシグナルの概念も取り入れられた。信号の方式としては、地上信号方式と車内信号方式の二つに対別されるが、さらに、 地上信号方式を区分すると、腕木式機械信号機と色等式電気信号機の二つに区分される。しかし、腕木式機械信号機は現在、ほとんど使用されていない。信号機の種類では、車内信号を除いて、一定の場所に常置されている常置信号機がほとんどであるが、工事時に用いられる、臨時信号機、信号機が故障している場合などで用いられる、手信号、 事故や災害の時に使用される特殊信号などが存在する。信号機は現時は見通しとその後の処置が行えるように示さなければならない。そして信号機が故障していれば安全側の現時を示すようになっている。腕儀式信号機小坂鉄道小坂駅古くは手動での信号リバー操作に連動して動作する腕儀式信号機が用いられたが、 日本国内で現存するものはわずかであり、ほとんどが色等式信号機に移行している。沿線や車両基地内などに一定の場所に常置して信号を現時する場内、出発、閉塞、誘導、入れ替え信号機のことである。日本では列車は左側通行を基本とするため、原則としてその線路の直上、または左側に設置する。 ただし、建築限界や河川との関係や、カーブなどでの視認性、除雪作業などを考慮して、右側に設置することもある。線路が2つ以上隣接している場合は、線路の配列順に設置して所属する線路が判別できるようにしている。また、場内、出発、閉塞、遠方信号機の信号源時の確認可能の距離は、600メートル以上を原則とし、 地形などの特別の理由がある場合には200メートル以上としている。確保できない場合は中継信号機を用いるなどする。振動表示器、入れ替え信号機、中継信号機の信号源時の確認可能の距離は200メートル以上とし、誘導信号機の信号源時の確認可能の距離は100メートル以上としている。そして信号機の機構は信号電球の電圧を 定格の80%にした場合に定められた距離で確認できる性能であることと規定されている。ここでの距離は色等式、単灯式信号機に取り付けられる背面板からの距離である。常置信号機の構造や現時などの規定は鉄道に関する技術上の基準を定める省令及びその解釈基準で示されているが具体的な基準は 鉄道事業者ごとに制定する。信号源氏の種類と源氏方式主信号機の源氏方式。そもそも即信号は省略。以前には単等式の信号機が存在したが、1990年代に消滅したためここでは記していない。4等式、5等式には源氏パターンが異なるので、便宜上 A と B で区別する。この違いから A を警戒型。 4等式 B を原則型、5等式 B を高速進行型と呼ぶ場合がある。6等式でも警戒信号の現時は可能だが現時点では警戒信号の現時できるものは設置されていない。信号機の現時と車両位置のイメージ図車両の位置や場内、出発信号機の現時により閉塞信号の現時が変化する。実際は 先行列車との距離を保つため赤信号は2つ以上連続している。日本の鉄道においては、現時方式により、1閉塞区間を運転条件とする2意識と2閉塞区間以上を運転条件とする3意識の2つの種類があり、2意識の場合は緑色と赤色の2色を基本的な現時とし、3意識は緑色と陶鋼色と、 赤色の三色を基本的な現子とした色と、色信号機を採用している。道路信号に似ているように見えるが、点灯の順番が逆であったり、点灯している色の組み合わせによってその先の閉塞区間の制限速度を表示することが、道路上の信号との最大の違いである。速度制限標識が近くにあれば、その区間の制限速度と、信号現子の制限速度を比べ、 低い型に従う。色等式信号機は担当型と多灯型がある。担当型はサーチライト信号機と呼ばれ、赤、黄、緑の SA 型と赤、緑の SB 型が存在した。色ガラスを変えることによって、現時を変えた。現在は廃止されている。多灯型は2から6つの電球を使用している。電球にはフィラメントと LED の2種類があり。 前者の方は、フィラメントが二重に取り付けられており、どちらか片方が切れても消灯することがなく、片方が切れた場合は、信号指令に警報が出され、速やかな交換が可能となっている。鉄道用の信号機や標識に用いられるレンズは、電球との組み合わせで、光学的に確認距離の増大を図れ、さらに透過する式光は、式とが厳重に規定されたものを使用する。さらに、 信号機に用いられるレンズは、焦点距離を短くして、高度を増大させ、太陽光線の入射による疑似点灯を防止するために外側に夕食、内側に無色のレンズを組み合わせて使用されている。校舎の方は、電球の直径1 5 0ト、mm、ルの中に、LED 電球が288個取り付けられており、長寿命で前段心が起こりにくく、 輝度が半減するまで10年かかると言われており、フィラメント電球が半年から1年で交換する必要があるのに対してかなりの省力化となる。また、LED 電球は一等ごとにユニット単位で交換が可能である。その他にも、フィラメント電球では規定の電圧で点灯した時に800メートル先からでも視認できるように、 内側の色レンズと外側の透明レンズの2枚構成としており、太陽光線が電球の正面から当たった場合に、信号の誤認を防ぐため、電球には反射板が取り付けられていない。二等式には、木と赤の組み合わせもあり、これは、進行信号を現時する必要がない、路線終着駅手前の場内信号機や対比線、侵入用の場内信号機など、 注意信号の制限速度以下の減速を必要とする場所に設置されている。また、養老鉄道養老線など路線最高速度が注意信号の制限速度とほぼ同等の場合、閉速信号として利用されることもある。明かり玉に LED を使った4等式には5等式と同じ語源時を源時できるものも存在する。一部の進行信号、減速信号を源時しない。 信号機では、緑色灯が、また、注意信号を現時しない三灯式では、灯光色が省略されることがある。その場合、空きの場所には、明かり玉一個分のスペースが設けられている。二灯を同時に点灯させる、現時の際には視認性を確保するため、10日間を二灯以上離すのが原則となっており、高速信号信号は、明かり玉を三灯離している。信号機には、 現時を背景から分離しみやすくするため、後ろにイ板を取り付けており、その形状は、場内、出発、閉塞信号機は丸型、重属信号機である遠方、通過信号機は角形である。ただし信号が複数設置され干渉する場合や、イ板を設置すると建築限界を支障する場合、干渉、支障がある部分を切り取った形状となっているイ板を設置する。 さらに信号機が日光を背にする場所においては、信号機とは別にセイタの後ろにあたるところに、車高用の構造物を設置するが、逆に地下線やトンネル内など、背景が暗く、そもそもセイタの必要性がない場所においては、セイタが省略され、道具のみが設置される。また、豪雪地帯では道具に、雪よけの囲いが設けられることがある。各信号源時の制限速度は、 鉄道事業者や路線により異なる。主信号機は、その信号機が防護する防護区間を持つ。主信号機の防護区間を、信号機の内方と呼ぶ。主信号機よりも手前側は、外方と呼ばれる。ただし、非自動閉塞方式の場合の出発信号機は、防護区間を持たず、信号機の先の進路が開通しているかを示すだけで、ある。 非自動閉塞方式の場合は、信号機が進行でも、通票がなければ、駅を出発することができない。場内信号機近鉄古市駅の第二場内、信号機担当の信号機は、誘導信号機列車に対して停車場内への、侵入の可否と開通している進路を指示し、停車場内外の境界を示す、信号機。運転用語では、場内と呼ぶ。 工術の閉塞信号機とは違い場内信号機は、駅の管理下であり、駅長の意思を表す信号機なので、この信号機には逆らって、無閉塞運転をすることが許されない。複数の深度がある場合、主本線、副本線それぞれで信号機を設け、副本線の信号機は、主本線のものの階に設ける。この信号機は対向分岐器の先端機上、または、 セムき分岐器の車両接触限界から外方に百0 0メートル以上離れた位置に設けられる。ただし、列車の駅間最高速度が時速100キロメートル以下の場合は80メートルまでに縮小できる。また、ATS を併設している場合も縮小可能。車内信号が採用されている区間でも閉塞区間を示す必要があるため、代替として場内標識が設置される。 腕儀式によって設置する場合は、赤色地の方形板に白色の帯線を入れた羽が用いられていた。対比線や折り返し設備のない駅には、場内信号機の代わりに、閉塞信号機が設置されている場合もある。こうした駅のことを、かつての地方鉄道建設規定から停留所と呼ぶことがある。出発信号機を打球電鉄相模用の駅の、 出発信号機列車に対して停車場内から出発の可否と開通している進路を指示し、停車場での停止位置の限界を示す信号機。運転用語では出発と呼ぶ。設置位置は対向分岐器のトングレール、または背向き分岐器の車両接触限界の手前である。もし線路の間隔などの問題で所定の場所に出発信号機を設置できない場合は、 列車停止標識を設置しなければならない。複数の震度がある場合、通過する列車が存在しない場合は、震度表示器を用いて1機の信号機のみで設置が可能である。転鉄機がない線路や転鉄機が常時作業されている場合は設けないこともある。列車に乗務する車掌から出発信号機がカーブなどで視認できない場合は、出発反応標識が ホーム上に併設される。また、車内信号が採用されている区間でも、閉塞区間を示す必要があるため、大体として、出発標識が設置される腕儀式によって設置する、場合は、赤色地の方形板に、白色の帯線を入れた羽が用いられていた。閉塞信号機を打球電鉄下北沢駅の、大霊閉塞信号機 JR 西日本の一部線区の、 閉塞信号機運転士向けの識別標識と信号係向けの識別標識が設置されている。閉塞信号機は自動閉塞式の区間で分岐器や線路の交差などが存在しない閉塞区間の下段に設けられる自動の信号機である。二意識の信号機は用いられず、三意識の信号機のみ用いられる。閉塞信号機には 閉塞信号機が設置される数や検証される位置は、運転曲線や現地での地形などを考慮して、設定される。閉塞信号機は、場内信号機や、出発信号機と同様の形状をしており、これらと区別を図るため、閉塞信号機標識が設置される。この標識によって、停止現時の時に一旦停止した後時速 15km 以下の、 速度で次の閉塞に侵入することを許可し、信号機の番号を表示の役割も持つ。閉塞信号標識により表示された閉塞信号機は以下のように区別される。動作は前方の信号機と連動しているため、場内、出発信号機と違って人為的操作はできない。ある閉塞信号機がどのような現地をするかは、その内方の列車の有無と、 信号源時によって左右される。閉塞信号機の設置位置はその線区を通過する、列車の本数や線路容量を考慮して決定される。ただし、単線区間においては停車場間で上下1機を原則とする。高密度運転区間の停車場では、場内信号機と出発信号機の間での運転時、角を短縮する目的で、零号閉塞信号機が設けられることがある。 場内信号機を複数設けることも可能であるが、絶対信号機であるため停止現時でこれを超えての運転が許されておらず、代わりに規則の緩い閉塞信号機を設置することで運転時角の短縮を狙う。この信号機を設置することで運転時角を10秒から数十秒の範囲で短縮可能とされている。誘導信号機誘導信号機の例通常1。 閉塞には一列車しか入れない。これによって鉄道は安全を保っている。しかしこのルールを守っている限り、二つの列車が連結することはできない。駅構内の入れ替えにおいては、走車係の誘導により、車両を移動することは可能であるが、頻繁に閉結作業が行われる場合は、業務の効率化を目的に誘導信号機が設置される。 この誘導信号機の進行現時がある場合は、特例として1閉塞2に列車が入れるようになり、時速時速 15km 以下の速度で先着する列車の近くまで進むことができる。運転用語では誘導と呼ぶ。誘導信号機は、場内信号機、または入れ替え信号機の下部に併設される。入れ替え信号機に併設される誘導信号機はすべて色等式である。 誘導信号機により誘導を受けた列車は、時速1 5トル以下で進行することができる。倒列式と色灯式の2種類があり、どちらも普段は消灯しており、列車を進入させる場合だけ点灯する。倒列式では、斜め45度に白灯を2つ点灯させ、色灯式では、気灯を点灯させる。JR で使用されているものは背板を持たない。 入れ替え信号機車両基地や駅構内などで入れ替え作業を無誘導によって行うために設けられる信号機。運転用語としては入信と呼ぶ。停車場間を運転する列車には使われない。入れ替え信号機は防護区間を持ち、その防護区間には軌道回路が設けられる。入れ替え信号機の内包は時速 45km 以下で進行することができる。 入れ替え信号機を用いた入れ替え運転ができる区間の終端には車両停止標識または車止め標識が設置される。現時方式は等列式と色等式の2種類存在する。国鉄やその後継の JR では等列式の信号機を使用している。その一方で私鉄は旧地方鉄道法に基づいて事業者が様式や 点灯方式を定めて使用することになっていた。その結果、色灯式と等列式を使用する鉄道事業者はほぼ半分で分かれている。JR で使用されているものはセイタを持たない。等列式の入れ替え信号機では停止信号を誤認する事象が多かったため、2006年頃から一部の鉄道事業者で停止灯を赤色にしたものが設置され始めた。 新幹線では同一の機構を利用して、地上信号機とし、ATC を使用できない列車へ停車場に進入、進出の指示と停車場構内における車両の構内運転の指示を行う。当列式の場合は、入れ替え標識と同一の機構を利用するため、淡紫色等の入れ替え信号機識別標識が転送される。ただし、新幹線鉄道においては、 規則が逆になり、入れ替え信号機に相当する、地上信号機を入れ替え標識として運用するために、入れ替え標識識別標識が用いられる。入れ替え信号機の場合では、閉塞信号機と同じく防護区間があるため、自動閉塞区間と同様に、軌道回路が連続して設けられる。入れ替え標識は、鉄道信号ではなく、鉄道標識に分類され、防護区間がない。 鉄道事業者によっては、入れ替え信号機識別標識を省略し、入れ替え信号機の白色灯を紫灯とすることで、入れ替え標識としていたり、入れ替え、入れ替え標識などと、引き上げ線の番線を表示をしている例もある。従属信号機とは、ある信号機の原時に連動して、その信号機の原時を予告するための信号機である。従属信号機は、主信号機とは異なり、 防護区間は持たない。鉄道車両は自動車と違い、ブレーキをかけても減速するのに時間がかかるので、高速で走行中に警戒信号、停止信号を認めて、減速、停止しようとしても減速が間に合わず、速度超過や信号、棒進むを招くことがある。そのため信号機から離れた場所で予告信号を出し、前方の信号に従うことができる速度まで減速するよう、 運転士に注意を促す。遠方信号機遠方信号機は正板を四角にして、場内信号機と区別している自動閉塞以外の方式を採用する線区において、見通しが悪いか、または通過する列車が存在する場内信号機に対して設置される。従属信号機であるが、その内包では主信号機と同様に現時による制限がかかる。遠方信号機は、 単線の駅間一閉塞とした自動閉塞式方式を採用の線区においても設置される。駅間に閉塞信号機がある自動閉塞の採用線区では中継信号機がその代わりを務める。場内信号機の検事とそれに従属する遠方信号機の検事との対応は原則として以下の通りである。遠方信号機は停止を現時することはないため、 停止の赤色灯は存在しない。また、複数の場内信号機がある箇所では、すべての場内信号機が停止源自の場合は、遠方信号機は注意信号を源自し、そうでない場合は、場内信号機の内停止源自以外のものの源自に従属する。原則を源自する遠方信号は、対応する4等の色灯信号機と同じ配列を用い、 適当の位置が空きとなる。注意、信行のみを現示する遠方信号には、主に二等式の赤を投稿に変えたものが用いられる。色等式の場合は、聖太は四角形にし、腕木式の場合は、やがたで、黄色地の方形板に黒色の帯線を入れた羽根が用いられていた。通過信号機肘動区間の認識信号方式の区間で通過列車が存在する。 停車場の場内信号機のもとに設置される。この信号機は出発信号機に従属し、列車に対して通過の可否を示すものである。通過列車が存在する主本線に対してのみ設置され、通過に使用できない副本線に対しては設置されない。この信号機は肘道の認識信号方式の区間で通過列車が運転する。 停車場で設置されていたが、遠方信号機に減速原時を加えて、通過の可否を容易に判断できるようになってきたことから、廃止が進んでいる。色等式の場合は、聖田は四角形にし、腕木式の場合は、やがたで、黄色地の方形板に、黒色の帯線を入れた羽根が用いられていた。腕木式の通過信号機は、主に優等列車が存在する線区では、優先的に、 自動閉塞か、色灯式信号機への交換が行われ、早期に消滅していった。出発信号機の検時とそれに従属する通過信号機の検時との対応は以下の通りである。場内信号機の検時にも影響される。通過信号機は停止を原時することはないため、停止の赤色灯は存在しない。出発信号機が複数の場合は、 出発信号機1機に対し通過信号機を1機ずつ設置する。中継信号機、中継信号機の設置例。中継信号機、中継信号機の高速進行源時。中継信号機は自動閉塞、特殊自動閉塞を行う区間において、場内、出発、閉塞の各信号機に従属して、地形などで主体となる信号機が確認困難な場合に、 その確認距離を補う目的でも置ける信号機のことである。曲線が長く続くなどの場合、複数の中継信号機を設置することもある。また、トンネルなどで取り付け場所が建築限界の制限を受ける場合は、小型化されたものが使用される。無閉塞運転時に中継信号機を確認して、先行列車がないと誤認して追突する事故が起きており、 無閉塞運転の禁止や手前の閉塞信号機での現時数を増加して中継信号機を設置しないなどの対策が行われる。通常の色等式の信号機と区別をつけるため原則として等列式が用いられる。新幹線鉄道では地上中継信号機と称し主体の地上信号機を中継している。中継信号機場内信号機、出発信号機、 入れ替え信号機及び誘導信号機に付属するもの。震度表示器複数の番線や複数の路線が出入りしている停車場では、場内信号機、出発信号機の上部に、間と呼ばれる識別表を取り付けて、南番線への場内信号機か、南番線からのまたは、どの路線への出発信号機かを区別して、通常一つの震度につき1機ずつ設置するが、 スペースが確保できない等の事情により、振動数と同じ数の信号機を設置することが困難な場合、一つの信号機で複数進路への信号源示を行う。この時にどの進路への侵入を許可するかを表示するのが進路表示器である。場内信号機、出発信号機、入れ替え信号機でそれぞれ区別され主体となる信号機に付設される。 主体となる信号機が停止現時の場合は消灯している。場内信号機には三信路用と多信路用、出発信号機には二信路用、入れ替え信号機には三信路用と多信路用がある。多信路用は二信路、または三信路用では対応できないほど信路数が多く、また多信路用にしても、電気を使用したものでは十分な視認距離を確保するためには、 設備を大型化しなければならない欠点があったが、1986年に京葉線東京駅で設置された LED 式の振動表示機が好評で、1998年から正式に設置できるようになった。民鉄では文字、数字、矢印を表示する振動表示機の設置が多い。振動予告機、振動予告機、振動予告機、番線表示登場内信号機や、 出発信号機で震度が2方向以上に分かれている場合、特に高速で走行する列車は分岐器の手前にある信号機の現時に応じて円滑な運転取り扱いが困難であると懸念される。そのため、分岐箇所の信号機のさらに手前の信号機であらかじめ開通している線路を予告するものである。白色灯を2つ設置する場合、最大で3進路まで予告が可能である。 渦では、震度が主要な線路より、右方に開通している時を表示している。震路数が多い場合は、数字などで開通している震路を示す方法が取られることがある。また、事業者によっては震度に対応するバーを表示する方法なども採用されている。主体の信号機が停止現時の場合は、震度予告機は消灯する。進行を指示する信号警戒現時。 注意現時、減速現時、進行現時、高速現時、誘導信号は、信号機が防護する、区間内方に侵入することができることから、進行を指示する信号と呼ばれる。信号現時が消灯している場合は、その信号機が、現時可能な最も制限される現時として扱われる。つまり、停止信号を原時することができる、信号機が故障して一部でも点灯しない場合は、 列車はその信号機の外方で停止することになる。許容信号機、絶対信号機信号機の防護区間に分岐器などが存在せず、他の列車などに支障されていないことを条件に、進行源地を出す信号機を許容信号機と呼ぶ。こうした信号機は、半自動信号機と区別するため、自動信号機と呼ばれている。信号機が故障した場合、 運転士の前方確認による無閉塞運転が可能であるが、無閉塞運転による事故を受けて、指令の許可を必要としたり、無閉塞運転自体を禁止にする鉄道事業者も存在する。一方で、信号機の防護区間に分岐器などが存在し、他の列車などに支障されておらず、かつ進路が改造していることを条件に進行を指示する信号機を絶対信号機と呼ぶ。こうした 信号機は半自動信号機とも呼ばれ、場内信号機や出発信号機などが該当する。絶対信号機が故障した場合、防護区間における開通状況及び分岐機等が正常に作上されていることを確認する必要がある。軌道回路によって現時が制御されず、信号呼気者によってのみ制御される信号機を手動信号機という、非自動閉塞区間における 出発信号機、場内信号機、入れ替え信号機、誘導信号機が相当する。進行定位、停止定位通常時は、信号原時を進行にしておき、その保護する区間で支障がある場合にのみ停止を、原時する方式を、進行定位と呼ぶ。自動振動制御装置やプログラム振動制御装置が導入されている線区において、通常は停止原時にしておき、 列車が接近した時に自動的に進行源時を出す場合も進行定位として取り扱われる。自動信号機においては基本となる信号源時の方式であり線路の交差や入れ替え作業が少ない駅の主本線の信号機に適用される。一方で通常同期は信号源時を停止にしておき、列車の運転が行われる時のみ進行を原時する方式を 停止停位と呼ぶ。この原時方式は、自動信号機以外の信号列車の取り扱い本数が多い分岐駅などで導入される。車内信号機とは、停車場に進入、進出する列車及び、閉塞区間に進入する列車、または、入れ替え運転をする車両に対して、信号を原時するもの。一般的に、信号の原時は指示される速度が数字などで表示される。 車内信号機の現時方式は、新幹線で見られるか、角形速度形方式と、JR 在来線などで見られる丸型速度、形方式の2種類に分かれる。人間工学の検知では、丸型速度形方式の方が、読み取り速度、精度は、優れている。1964年に東京モノレールで、日本で初めての車内信号による ATC が導入され、この時は、 地上信号機と同様の赤、黄、緑による減時が行われた。その後、同年の東海道新幹線開業によって、数字による速度の減時が導入された。一つの区間の信号減時は、その区間に列車が進入することで表示される。そのため、地上信号方式と比べて一区間ずれた形となっている。工事や災害などで一時的に列車の速度を、 制限する必要がある場合に臨時に設置される。反射板式で見た目は信号機とは思えない形をしているが、信号機として扱われている。以下3種類の信号機があるが、それを1組にして使用される。列車の進行方向に対して左側に設けられるのが原則である。徐行予告信号機この先に徐行信号機が、 設置されていることを予告するもので、助行信号機の400メートル手前に設置される。白の三角形に黒の小さい三角を組み合わせたもので表され、その下には規制速度が表示された助行速度表示板が設置される。事業者によっては、白の部分を蛍光オレンジにしているところもある。見通しが良い場合は省略されることがある。三菱グループのロゴマークに似ているため、 三菱と呼ばれることもある。助行信号機速度を制限する区間の指定に設置される。白い縁のついた黄色い円盤で表され、その下には規制速度が表示された助行速度表示板が設置されている。助行解除信号機速度を制限する区間の終点に設置される。白い縁のついた緑色の円盤で表される。 ただし速度制限解除標識と同じく列車の最後尾が助行解除信号の設置位置を過ぎるまで助行を続けなければならない。例えば編成長160メートルの列車は信号設置位置から160メートル進まないと助行制限速度以上に加速することができない。また運転士の負担を軽減するため運転士の位置から見て 難両編成の列車の最後尾が助行解除信号を過ぎたかを表す助行解除目標の標識を設置しているケースも存在する。助行区間の途中で助行速度が変更される場合はこの信号を設置せず連続して助行信号機を設置する。信号機を取り付けるのに用いられる柱は鋼管柱かコンクリート柱で 信号機類の保守点検を行うために点検台とはしごが設置される。この点検台は最下位にあるレンズの下方中心から下方0.7メートルを標準に設置される。信号機の裏面は白色に塗装され、背面板や明かり箱の内部は黒く塗装される。背面板は建築限界や他の信号機との見通しの関係で一部分を切り抜いて設置することがある。 多接地域では長い日差しを設けることで積雪で、信号源地が見えづらくなることを防いでいる。常置信号機を同一の場所に2機以上並列に設けるときは、以下のルールが定められている。こうした条件を満たした上で、堅牢な構造で、かつ適切な確認距離が確保できるよう設置する。色等式信号機の場合、 信号機柱の検釈位置は軌道中心から 1900mm 離角するのが原則であるが、設置場所によっては 2000mm もしくは 2400mm 離角することも認められている。複数の線路が並ぶ間に信号機柱を設ける場合は軌道中心同士の間隔が 4080mm 以上なければならない。 地上との離角は、主本線に対するものは 4200mm 以上、副本線の対するものは 3500mm 以上で設置するが、地面から離角距離が小さくなる低柱で設置することもある。中継信号機の場合は、一般用は 4200mm 以上の高さで設置するが、特殊用は 3500mm で良い。点検台の資金は、 本線 3100mm、側線 3500mm を地面から確保する。同一線路から複数の深度に分岐する場合、最も近接するレンズの中心点と牛の距離を基準として、場内信号機では縦、横 500mm 以上、出発信号機では縦 300mm、横 400mm 離して設置する。また、異なる線路が並行する場合は、 場内信号機で 2000mm 以上、出発信号機で 1000mm 以上離す。信号機を新規に設置する場合、取り付ける前にレンズ清掃や気候内部の整備を行い、電球式の場合は柱に信号機を取り付けてから電球を挿入する。電車線路とは離隔距離が必要である。コンクリート柱の場合、ダンボで掘削を行い、寝かせを U ボルトで取り付け、 そこ板を据えて水平に固定する。鋼管柱の場合、コンクリート基礎の上に柱を設置し、配線用の穴は電線に無理を与えない程度の大きさで開ける。軟弱地盤の場合は、電柱基礎枠を用いて施行する。信号機の使用停止鉄道信号機を使用しない場合、印を信号機につける、信号機を線路に対して横に向けるといった措置が行われる。 この措置は、信号機が故障による消灯と受け止められないようにするためである。並行閉塞によって、閉塞扱いを頻繁に取りやめることが想定される場合は、中間駅の信号機に信号機使用停止表を設置する。信号機が故障した時や信号機が設置されていない場合に、手畑や合図灯を用いて、信号を現時する。合図灯は夜間に用いられるもので、 スイッチを操作することで緑色と赤色に転職できる。手信号には以下の種類がある。出発、場内信号機や、それにあたる、車内信号機が故障で使用することができないときに、それら主信号機の代用として使用する。通称、手代。駅の代用主信号現時位置と書かれたところが、現時位置となり、臨時主信号によって現時する。また、出発、 場内信号機の設置している場所に係員を派遣することが困難な場合は、出発、場内信号機に手信号代用器を常設しており、臨時手信号の代わりに手信号を現時する。手信号代用器は、他信号機のように、地上信号機に常設されている常設型の他に、使用するときだけ持ち込み設置する下半型のものがある。また、新幹線鉄道に、 検釈される手信号代用機には進行源氏の一等のみしかない進行手信号代用機というものもある。この代用機の場合、単独源氏ではなく併設される、地上信号機と共に使用される。手信号代用機は、電鉄機との連鎖がなく、取り扱う際は操作用スイッチの福井室年に気をつけなければならない。通過信号機を使用することができないときに、その代わりに使用する。 信号の種類は、信号のみである。代用手信号、通過手信号を用いる以外で特に手信号を、現時する必要がある場合の手信号。信号の種類は、停止、徐行、信号の3種類あり、特に停止の場合は、現時の方法も多様である。特殊信号は、突発的な事象によって、列車を緊急的に停止させるときに用いる。種類と現時方式として、 以下のものがある。信号円管の赤色火炎により停止信号を現示するもの。係員が携帯する携帯用信号円管、列車の屋根上に設置している車両用信号円管、踏切付近などに設置している地上用信号円管の3つがある。信号円管は自動車用の緊急保安円筒とは別のものである。この信号円管は運転台や 踏切警視の詰め所に常備される。また、発煙信号は、列車に対して停止する限界を示す、必要のある場合に使用することができる。不添加を考慮して、このおかを二つ、同時に使用するよう求められており、別の列車が接近した際は、再点灯する必要がある。踏切内の押しボタンで発火させるタイプもある。しかしこのタイプは、発煙時には補充する必要があること、 また沿線で火災を起こす可能性があることから順次点滅型の特殊信号を発行機に置き換えられている。無線通信による警報音で停止信号を現時するもので防護無線とも呼ばれることもある。乗務員が人身事故などの非常時に乗務員室に搭載された列車防護無線装置のボタンを謳歌することにより 無線を発放し、半径約 1km 周辺の列車がその無線を受信することにより、警報音を発する。赤色灯の明滅により、停止信号を現時するもの。特殊信号発行気落石、雪崩、強風、踏切などに対して、警戒を要する地点に設けられる装置。特発と略される場合もある。私鉄では、踏切非常警報器。 踏切非常警報等と称する場合もある。平常時は滅ともしており、異常発生時に点灯して、停止信号が現示される。支障箇所から800メートル以上の視認距離を確保、できるよう設置される。この視認距離は、異常時にのみ緊急で、停止信号が現示されることから、通常の信号機の600メートルに200メートルの余裕を加えたものである。限示方式は、 五角形に並んだ赤色灯が連続に灯ずつ半時計回りに回転しながら点灯する回転系のほか棒状に点滅する点滅系が代表例である。回転型は人が発煙灯を右手で保持して時計回りで回転させる様子を参考とした。点滅型は従来主流であった軌道回路短絡器と信号円管の組み合わせによる 列車防護に代わる方法として、1989年に製品化されたものである。信号円管の取り付け台にそのまま取り付けられる形状である。私鉄では赤色灯を4灯、または2灯同時に点滅するものや、踏切が正常に動作していることを示す、遮断反応灯と一体の機構となっている例がある。特殊信号発光機は、様々な使用用途がある。 このほか、城代トンネル箇所などで、トンネル支障による事故から列車を防護するため、トンネル入り口に設置しているもの、工事用、船が、橋梁に、衝撃しその影響で線路が歪んだことを検知する、橋梁併用などもある。信号来館を列車が踏んだ際の爆音により、停止信号を現時させるもの。停止位置は必ず発雷信号による、停止現時の内方になる。しかし、 近年では、防護無線等の発達により使用されなくなっている。1872年の鉄道開業から、場内信号機や遠方信号機の検釈が行われ、現在の、進行、注意、停止は、それぞれ、無難、注意、危害と称されていた。しかし、これは、手端の代用として用いられており、腕気が下がっている、無難と、腕気が上がっている、 機械を遠くから見えるようにした。これは、セマホアイズ柱と呼ばれている。その後、腕に末端が、虚離型もしくは V 字型の腕木式信号機が用いられ、始めた。その後、地方で鉄道が開業するが、米国式やドイツ式のような違いや、官営鉄道でも、東西で方式に違いがあった。そのため、初期の鉄道信号機の広がりは、 様々な方式が設置する中で混乱が見られたと言われている。そのため、1901年の鉄道信号規定によって官民ともにすべて統一された。また、その直前の1900年には信号を示す信号を白色から緑色に変更している。出発信号機が本格的に運用されるようになるのは大正時代に入ってからである。1904年に 後部鉄道で日本初の直流軌道回路による自動閉塞式を採用した際、米国のアセス社から輸入した円盤式信号機が使用された。また、現在見られる多灯式色等信号機が用い始めたのは、京阪電気鉄道であり、これは、米国のアセス社から輸入して1915年から使用開始となった。 関営鉄道における色等式信号機の採用は1920年代以降であり、東京有楽町が最初であった。この時、新宿駅折り場内信号機には、現在の統列式入れ替え信号機に類似した統列式のものが導入された。誘導信号機が生まれたのは1921年の規定の改正である。また、 当列式の入れ替え信号機が導入されたのは1926年で、米国のアセス社から輸入された3等式のものを使ったが、これがそのまま今日見かける当列式の入れ替え信号機となった。信号機に使われる電球は A 型が用いられ、1925年から国産されるようになったが、1970年に、 量産性が高い自動車用の電球を改良した G 型の電球が使われ始めた。G 型は A 型と比べ価格が抑えられ寿命が長く同時断線や接触不良を減らせる利点があった。自動閉塞式の導入につれて当時主流であった機械式の腕木式信号機の稼働部分が故障しやすいという欠点が目立ち始めた。そして 色灯式信号機は視認性も良く、保守作業の手間もかかりにくいとして、鉄道信号の主流となっていった。担当式の色灯信号機は1933年に採用されたが、1965年の運転保安設備基準規定及び信号設備基準規定の制定に伴い順次姿を消していった。レンズ系ははじめは高型とお付けの二種類を、記車専用と、 電車専用で採用されたが、レンズの改良に伴いオツ型でも十分な視認性を確保できることからオツ型を採用することになった。電力を削減するため、列車の接近によって信号機が点灯する方式も検討されたことがある。愛知電鉄の美房駅では1933年から列車が接近した時のみに点灯する信号機を採用し、 数年間で31%の電力を削減した。一方で、国鉄でも東海道本線の大船平塚で試験したが、運転手からは、旅客船とか物船の平行平行区間では、紛らわしいと不評で本作用には至らなかった。1957年に、信号源地の確認距離が600メートル以上になったことに伴って、中継信号機が生まれ、入れ替え信号機と、 入れ替え標識の分離に伴い入れ替え信号機には入れ替え信号識別標識を取り付けることとなった。中継信号機の設置が進んだが、1965年には確認距離が不足する信号機に対してはその外方にある信号機で列車の速度を制限する信号を現示することとして設置を抑制することになった。1990年に信号機の筐体の軽量化が、 はられ、1995年4月には、阪神淡路大震災の復旧として、大阪神戸間で日本初の LED 式色,色と、信号機が導入された。また、白色 LED の開発により、入れ替え信号機式別標識に用いられる、月光色の表現が可能となったため、2002年以降に、入れ替え信号機の LED 化が行われるようになった。 2005年6月28日に JR で最後まで腕木式信号機が残っていた八戸線、陸中や利益の腕木式信号機が色等式に置き換えられ、JR のすべての駅から腕木式信号機が消滅し、腕木式信号機の残存箇所は津軽鉄道金木駅、五所川原駅の場内信号機のみとなった。国鉄や 大手施設の大都市路線ではおおよそ1960年代、ローカル線や中小施設でも1980年代には自動化され廃止される例が多かったが、一部のローカル線や施設では2000年代初期まで使われていた。また、相対的に列車本数が少ない貨物線や専用線では自動化にかかる費用との兼ね合いで、ごく最近まで。 腕儀式信号機を使用し続けている例が見られた。例えば、福島臨海鉄道では2015年まで、小坂西連小坂線は2009年の路線廃止まで使われ続けていた。腕儀式信号機の中には、停止、注意、進行の3つの現時を表示できるものも存在したが、筑豊本線筑前山谷駅筑前三下駅間に残っていたものが1960年3月3日に、 色灯式に置き換えられ消滅している。一方で、担当式信号機は1936年に大宇本線で導入されたのが最初で、1995年11月9日に、北海道地北高原鉄道の上、所駅で使用を終えたのが最後であった。ありがとうございます。